こんにちは、ちまです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画では動画編集アプリキャップカットの新機能であるトラッキング機能をご紹介していきたいと思います。あと最後にちょっとおまけで最近新しく追加された面白いエフェクトもシェアしていきたいなと思います。でちなみにトラッキング機能っていうのを使うとどんな動画ができる上がるかと言いますとこんな感じになるんですけれども、テキストとかスタンプとかっていうのを入れた場合に、動画の中で動く被写体があればそれに追従してくれるっていうような機能になります。これめっちゃすごいですよね。なんかインスタグラムのストーリーズとかって結構前からこういう文字が追従してくれるみたいな機能があったりしたんですが、それがね今回動画編集アプリでも搭載されたということで今回は使い方っていうのをご紹介していきたいなと思います。それでは早速編集画面に移っていきましょう。はい、それでは今回は動画をちょっと入れた状態からスタートをさせていただきます。皆さんもぜひ真似して一緒にやってみてください。今回はこんな感じで、私が自転車に乗ってこう動いていくっていうこの動きに合わせて文字をテキストをまず追従させていきたいと思います。まずは T のテキストでお好きなテキストを追加から、入力していきます。はい、で入力ができたら、お好みの追従させたい位置にですね今回この辺りとかに、配置させておきます。でここからなんですが、一旦このスタイルとか出てたらチェックを押して前の画面に戻っていただいて、この上の追従させたい動画全体に一旦このテキストを伸ばして全体に伸ばしていきます。当たり前なんですけれども普通に入れてるだけなのでこんな感じずっとこのサイクリングっていうテキストを入れた位置っていうのは変わらず固定のままになります。でここからが今回の新機能の使い方なんですけれども、このテキストクリップを選択していただいて下の段のこのトラッキングっていうボタンを押します。でこんな感じの円が出てきますので、これをトラッキング追従させたい被写体にこうやって合うように円を作ります。今回はこの人に追従させたいので、こんな感じで人の周りを囲うようにこの円をセッティングします。でこれで下にあるトラッキング、この緑のところですね、これを押します。はい、今みたいにトラッキングっていうのをね押すだけでこう見ていただくとしっかりとこのサイクリングっていうテキストが人に追従していってくれているっていう風な映像を作ることができます。結構ね何回かやらないとうまいことついていかなかったりすることもあるので、ちょっとそこは根気よく何回かいろいろチャレンジしてみて、このトラッキングっていうところのこの円の大きさをねちょっといろいろ変えながら一番綺麗に追従してくれるところを探してみてもらえるといいかなと思います。で今は、テキストでやったんですけれどもスタンプとかでも可能でして、次また別のこの自転車乗ってる映像に、スタンプをつけていきたいと思います。なので下の段のスタンプから、お好みの、何かスタンプっていうのを選びましょう。はい、今回はこの UFO をちょっと配置させたいと思います。一旦、このどれくらいの大きさにするかとかっていうのは先に決めていただいて、こんな感じにしようかな今回は。はい、でまた同じようにこの動画全体に、スタンプを伸ばしていきます。じゃあ先ほどと同じように、位置はね最初固定されてる状態なので、一旦この追従する、何か被写体が現れてるところで、このスタンプを押します。で下のトラッキングですね、同じようにトラッキングを押して、このやり方は同じなので次また追従させたいこの被写体をこの円で囲みます。でトラッキングっていうのを押しましょう。はい、するとどうでしょう、こんな感じです。しっかりとこの人が映ってない時はこの UFO も出てきてないんですけど、人が出てきたところからちゃんと UFO が出て人に追従して動いてくれています。これめっちゃ精度いいですね。で結構動きの速いものとかだと私も何回か試したんですけれど、どうしてもなかなかうまいこと追従できない時とかもありました。例えばこれとかだとスタンプを今回入れるとして、これでねトラッキング機能を押してこんな感じで、追従させたい被写体に合わすものの、これでねトラッキングを押すとこんな感じ、結構ねむちゃくちゃな動きになっちゃうことも結構ありました。速い動きだとやっぱりねなかなかこう追従その被写体オブジェクトをこう認識でききれなかったりするのかなというふうに思います。まだねその辺はちょっと精度が足りてないのかなっていうところではあるので、全部が全部ねうまいこと追従できるかと言われると正直現段階ではあんまりそこの精度っていうのは高くないですけど、こんな感じゆっくりなものとかゆっくりな動きのものとか、人物とか動物以外の被写体であっても動くものであれば、このトラッキング機能を使うことができるので、ここに合わせてトラッキングを押すと、はい、もういい感じですね。
割とゆっくりの動きのものに関しては、あの人物とか動物以外の被写体であっても全く問題なく追従させることができます。はい、ということで今回の新機能のトラッキング機能の使い方は以上になります。で、まあ、もう一個ねおまけで最近新しく追加された面白いエフェクト機能もちょっとご紹介したいなと思いますので、ちょっと画面の方もう一回見ていきましょう。はい、結構人とかこんな感じ人が映ってる映像に使えるものなんですが、下の段のエフェクトを押していただいて、まあ、動画エフェクトっていう方を押します。で、今回はこのブローラインっていうところに入ってるんですけれども、こんな感じで人をしっかり認識して人の周りをこう縁取ってくれたりとかするようなエフェクトになります。ちょっとやってみましょう。例えばこちらとか、ほら見てすごいすごいですよね。これちょっとテンションが上がっちゃうんですけど、こんな感じでしっかり人の周りを縁取ってくれて、この何ですか、炎みたいな羽みたいなのがしっかり生えてくれるっていうようなちょっと面白いエフェクトが追加されました。ちょっと他ももう一個やってみたいんですけど、例えばこの小悪魔とかだったらこんな感じ、すごいですよね。なんかこうダンス動画とか結構踊ってるような動画とかにも相性いいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね動物うちの愛犬でやってみた場合ちょっとあんまり反応しなかったりしたので、割と人間人にあの向いてるようなエフェクトなんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんも人が映ってる動画とかダンス動画とかでこちらのエフェクト試してもらえたらなと思います。ということで今回の動画は以上になります。まあ、途中の、ね、説明解説の時にもちらっと言ったんですけれども、まあ、今回の新機能のトラッキング機能はすごい機能なんですけれども、まあ、まだちょっと精度が高くなかったりして、速い動きのものとか、まあ、たまにゆっくりでもなかなかうまく追従しなくってテキストが途中で消えちゃったりとか、どっか飛んでいちゃったりとかすることもたまには私もありました。なので、まあ、ちょっとそこはね、まあ、最近新しくできたアップデートで入ってきた機能ということで、まあ、これからの、ね、アップデートでまたちょっとずつ精度が改善されていくといいなと思います。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックのスポンサーでお送りしました。この動画が少しでも参考になった、よかった、やってみたいっていう風に思ってもらえましたら、ぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。引き続きこんな感じでスマホのみでできる動画制作についてもアップしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。